はい、皆さんこんにちは。ミスティーミューの冒険ラジオの時間です、ラジオマンジャックでございますけどね、はい、最近ね、本当にね、みゆちゃんの、ね、活躍がね、すごいんで、いや、すごいんですよ。ね、マジックやってて、俺がね、なんか悩んだ時、これって、こうすればこれじゃないって、アドバイス、そうだよねって、でもね、あれね、落ちたって、あれ前に撮った動画だった。で間違って撮ってた。だからね、本当は違うもんだったってことで、ボツになるそうだけど、新しいマジックちゃうかなって。まあ、そんなことだって、みゆちゃんの活躍がすごいってことで、いろいろすごいんですよ。人に言えないぐらい活躍がいろいろあって、ね、インド人のね、状況を直そうと頑張ってるとか、いろいろ。まあ、それでね、今回ね、もう暴言になるような感じでね、みゆちゃんにもいっぱい言ってもらいたいんだけど、他のね、時間帯で、ちょっと素がうまくできないので、ここでやっちゃうかなって。そうですね。そう、パチンコの話と、台風の話とか、高野花の話とか、いいですか？それでは暴言でいきましょう。ラジオワン。いやガーズが頑張ってくれてね、グッズをしてくれて、そっから行こうか、うんね、実は菅さんがパチンコに対して監禁禁止するって、ね、ようやくそこ目線入れてくれた、あれ全部封鎖された、マスコミが。マジで？そう、マスコミが一切そんなことは言ってないっていう形の話にされた、うん、で、動画も出てんだけど、ね、ガーズが言った動画、編集されちゃってる。何それ？だからガーズが言ったんじゃなくて、要するにね、そういうことも考えていきましょうっていうような話だけに収まった。卑怯だね。いや、すごいよ。そういうのやっていいの？で、ネットで検索しても一切当たんない。おお、すごい。だからまあ日本はね、そういうのね、いい加減だってことで信じちゃいけないよってことがまずですね。だからパチンコはね、やっぱりね、そのパチンコに恩恵をこう持ってる、うん、日本人の魂売ったやつとか、あと韓国人、うん、中国人、それ多いの、特に韓国人ね、うん、だから北朝鮮じゃないかね、韓国人ですから、それは多いから、北朝鮮のせいにしないでよ、まあ、どっちにしろ朝鮮半島だってことなんだよ、うん、だから結局はね、タブーなんだろうね。だからでもね、やってほしいね。でもなくさないとダメよ。パチンコね、パチンコだからさ、監禁がないんだったらやらないでしょ、みんな。そうだよね、僕らの友達、仲のいい人たち、うん、監禁ないんだったらね、うん、例えばさ、ザクとのさ、ケイちゃんとか、うん、それこそ飯浜君もパチンコやらなくなると思う、ね、だって本当に勇気だって言うんだったらそうしてよって感じだよね、うん、だからでもそんなことできるわけないだろうってところだから、 IR の法案っていうのは、依存症っていうのはパチンコが一番なんだよ。そんなこと分かってるんだから。だってさ、でそれ、うん、なんでのカジノできる前なんでそんないっぱい依存症がいいのよ。法案出しちゃったら ね、変な話、野党もさ反対できないから、法案出させないようにするために、うん、こんな話はなかったってことで封鎖された。ガースかわいそうにね、うん、まあそれが一つ。あと鷹の花、うん、これもね、気の毒だなと思った、うん、聞いて、相撲界って本当に悪いんだよ。でね、これね、俺日本のね、みんな友達にも言いたいんだ、ね、相撲界は本当に悪いです。俺付き合ったことがあるから、相撲界と。もう大相撲のひどさっていうのは本当にひどくて、既得権益と暴力団とのつながりがすごくて、もう八百長も当たり前だし、あれ全部ね、相撲館じゃなくて、大体ね、そもそもさ、20代30代の子がそんな世界ちきれるわけないでしょ。親方と言われた50、60の人間たちが勝手なことやってんの、バカがね、うん、だからさ、若い子たちは自分のやることを頑張ってさ、トレーニングしてね、やる。それでね、要するに変な話だけどさ、貴乃花っていうのはいいお相撲さんだったよ、うん、頭の良くない人だけど、でもいいお相撲さんで好感を持ってた、うん、で強かった、うん、だけどなんで貴乃花あんな早く引退させたのって、これ日本の相撲界がそうだったでしょ、うん、それで朝青龍を追いやって白鵬がすごい天下になっちゃってさ、うん、それをね、要するにモンゴルの支配とか言ってる、モンゴルなんか何も支配してないよ、相撲界。そうだよね、うん、失礼だよね。32、3のね、男の子がさ支配できるようになる、うん、あれなんですか、ただ頑張っただけだよ。そうだから俺はね、はっきり言いたい、白鵬のことを批判する人に絶対言いたいんだけど、これはね、友達だろうと、ね、俺たち世界中で頑張ってんだよ、うん、そうすると例えば大谷でも何でもね、頑張ってたらその努力と結果に報いて、うん、はっきり評価されるわけ、ね、主義主張は関係ないんだよ、うん、だってさ、うん、大谷さんってすごい評価されてる。そうだよ、フェアだよね、うん、だから、うん、あと 大阪直美さんっていうのがね、これはね、パックンマックンのパックンが言ったんだけど、うんね、日本に絶対帰化しないよ、オリンピックの時どっちで出るかって言ってて、日本で出てほしいって言ったんだけど、だ、ね、当たり前じゃ、だってアメリカの国籍の方がいいんだから、まあそうね、俺たちだって欲しいんだよ、ね、うん、だから21歳になった時にアメリカの国籍を選択するのがいいのに、うん、要するにマスコミとかそういうのがさ、こう要するに日本の国籍をあれしなかったら任品人だとかさ、あれだとか言ってる風潮がおかしい。本人の自由でしょ。そうそう、だから分かりやすいことってのはさ、国籍は日本よりアメリカの方がいいの、うん、得なの、うん、ロシアにノービザで入れるんだからもうアメリカだけだからさ、
すごいよね、仲良くないのね、うん、だからロシアに行ったら分かるけど、日本人はやっぱりさ、そういう意味ではあのロシアからしてみたら過度見られてて、うん、アメリカは別格なんだよ、まあ、そうだね、だから世の中で生きていくために自分のためとか自分の家族のためにやるんだったら、そのさ、うん、アメリカとあの要するに日本の国籍選ぶとき、日本の国籍選ばないのは当然だってこと、うん、ということはね、あの白鵬が自分の国に誇りを持ってる限り日本国籍になるわけないじゃん。そうだよね、うん、だから日本の記録を全部塗り替えちゃったのは日本人が弱いこととか、うん、緩かったからね、練習がないことがいっぱいあって、そうか、その、うん、古い相撲の体質のせいで練習させないからいけない、うん、俺炎上してもいいけどさ、稀勢の里には無理だよ、かわいそうだよ、あいつだってあの壊されてんだから、うん、ね、だからあのこの間10勝勝ったことは偉いことだよ、偉いことだけど、うん、やっぱ白鵬とは天文学的な差があるから、うん、ね、だから稀勢の里を要するにあの勝たすために白鵬にあの休場させるわけだから、うん、しろと、ね、だそれだけは白鵬も仕方がないから受けてるけど、もう記録全部取っちゃったから、うんうん、だからね、それ考えてくれると日本の相撲家はもうないですよ、ね、うん、だから白鵬のことを悪く言う人たちはそれ考えてくれっての、世界の人間たちが頑張ってて、うん、イチローとか野茂とかみんな頑張ってて、うん、アメリカに出てくるやつはみんなさ、それをね、ちゃんと評価されてんだよ、それなのに白鵬は強いけどあいつは悪いとかさ、牛耳ってるとか、うん、暴力だとかね、相撲裸でさ、顔引っ張り合ってるやつにさ、暴力もくそもねえだろって、だからさ、やっかみさん、そのそう、だから弱いんだよ、はっきり言ってね、うん、まあそれが言いたかった。あ、俺言っちゃってる。ミュウちゃんの暴言の、ラジオマンというか暴言ですからね。暴言ですか、ね、はい。それでね、もう一つ言いたい。気象庁の天気予報。うん、ね、俺ね、先出しちゃったんだよ。大丈夫かな、うん、そう、アメリカの陸軍とか海軍のその天気予報ね、うん、要するに駐屯してるから天気って重大なんだ。例えば沖縄の基地とかそんなね。だからアメリカはね、天気予報出すんだよ。で、それを手に入れちゃったから、台風直撃しますよ。重大しますよ。どこで見るのそれ。まあ、あの NASA サイトってやつ、あ、 NASA のサイトで天気図を見れるんだ、うん、天気予報もあるんだ、それでアメリカの天気予報っていうさ、チャンネルもあるんで、ウェザーニュースの日本の天気も見れるんだ、日本のっていうんじゃなくて米軍なんだよ、ここが難しいんだ、ね、うん、それで ね、あの俺それ手に入れて先に出しちゃったの、直撃するよ、もう縦断するよ、うんうん、で日本はあのそんなこと全然報道しないで、それから4日ぐらい経ってから危ないって言い始めた、うん、じゃあ逃げようがないじゃんね、うん、いや逃げようがないっていうかさ、日本の天気予報がどうしてそんなにね、たかだか1週間とか10日先のことが分かんないのかってことが問題でしょうっての、うん、そうだ ね、 おかしいね、である時自衛隊もね、天気予報持ってるんだよ自分も、ね、で自衛隊の天気予報が、うん、あのどこだったかな、横田かどっかの基地のところの周辺で流れちゃったんだよ、そしたら自衛隊の方に流さないでくれと、なんで、要するに気象庁の嘘の情報だけを信じてくれっていうのが今の気象庁だね、とか自衛隊とさ、うん、一緒にチーム組んでやるとか研究プロジェクトとか、だから政府の考え方としてはその気象庁っていうものをどう考えてるかってことなんだから、今の気象庁はダメなんだ、うん、だって知恵借りなきゃ無理じゃないの、あのね、ハリウッド住んでるマンションの方がさ、ね、当たる天気予報ってどうなのってことでしょはっきり言って それで地震予想もそうなんだけど、インドネシアでマグニチュード 7.7 地震があったら、これ関東大震災クラスだよね、昔はね、そう、そうしたら次どっかっていうことを予想だってできるんだよ、ね、だから今まで起きた地震とかそういうことを全部考えて、あと白根山がさ、今度噴火のレベル2になったとか、うん、それもね、危機に近い時に危機を放送しないことの方が多い、報道しないことが、うん、だから危ないんだから危ないって言ってやれよって思わない、そうね、だってさ、うん、あの何の準備もできないじゃん、そうそう、あのやっぱりほんのさ1日でも2日でも前に分かってれば、うん、じゃあどっかに行こうとかできるけど、うん、何にも教えてくれなかったら、来た時直撃だったら何の準備もできないからさ、そうそうそう、うん、それであと最後にもう一つ言いたいんだ、夜バズに、小川栄太郎さんが出たんだけど、うんね、女どもバカすぎね、俺これはっきり女性蔑視じゃないよ、ね、バカはバカだから、この人たち頑張ってる人もいるのに、うん、なんでこんな変な人を使うんだろうなって、ね、うん、だからあの杉田、ね、美代さん の、うん、あの発言っていうのは一人の、要するにさ、一人の政治家の発言だから、うん、それだけ一意見だもんね、それでね、自民党やめろとか、こんなの議員だとかさ、うん、選ばれてる人間なんだ よ、 そうだよ、ね、うん、だってお前が当選してさ、ね、うん、やればいいじゃねえか、だって私さ、あのなんか応援してるもん、全然悪い印象ない、印象ないよ、うん、だってすごい勇敢だよね、俺さ、やめろこのバカハゲも俺応援してたんだよだってさ、悪いんだもん、あっちの方が運転手やってた、あいつのあれもう絶対ね、ハニートラップみたいな、トラップなんだよ、はめられたんだよね、うん、そうそう、あれね、だから今の日本そんなになっちゃってるから、うん、本当ね、みんなね、考えてほしいんだ、うん、だから今確実言えてることはパチンコ、ね、割れなくしたいね、パチンコだよ、タバコよりパチンコだよ、ね、パチンコは実害があるから、ね、本当害あるよね、うん、あのタバコの方が実害がないから、だってそれのせいでさ、自殺した人がいっぱいいたりさ、だからね、タバコはね、動脈硬化っていうものね、これね、うん、あと変な話で水タバコにしても何にしてもさ、うん、要するにタール成分が入ってない限りはさ、発がん性物質が入ってないから、うん、習慣性はありますね、うん、だけど習慣性は立ち直れる程度の習慣性です、俺立ち直ったのね、うん、だからそれも考えてマリファナが解禁しちゃって、覚醒剤に対してさ、もっともっと厳罰、死刑とか、そうだね、売った方とか、うん、たくさん殺してください、死刑ね、売ったり、うん、なんか作った方を罰してほしい、ね、そうそうそう、悪いやつは全部成敗してやるね、
うん、暴れん坊将軍ってみんな殺したんだもんね、うん、だって使った人被害者だからじゃないとあれがねもう暴力だっすよね、禁止するべき暴れん坊将軍で、売れやすさが暴れん坊みたいなもんだね。はい、いろいろ話しました。そういうことに伺っちゃったんだけど、スッキリラジオンジャック、これからもこの方針でいくかもしれないのでよろしくお願いしますさようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。